浦和レッドダイヤモンズ、浦和レッドダイヤモンズレディース、浦和レッドダイヤモンズレディースは、埼玉県埼玉市を本拠とする女子サッカーチームである。1998年、かつて L リーグにも所属したことのある、浦和レディース FC から一部のメンバーが脱退し、浦和レーナス FC を設立。企業の支援を取り付けず、市民参加を全面的に打ち出したチーム運営を、目指しての総武であった。 翌1999年には L リーグに加盟。当初は会に甘んじたが2001年からはかつて J リーグの浦和レッドダイヤモンズで DF として活躍し、後に浦和市議会議員、埼玉県議会議員を歴任した田口貞則を監督に起用して着実なレベルアップに成功。2002年からチーム名を埼玉レーナス FC に変更し、 2003年には日本女子代表の選手五神に成長した GK 山郷望みを中心に勝利を積み上げ優勝争いに加わるまでになった。この年は結局決勝リーグ4位に終わったがこの躍進により翌2004年からレベル別のリーグ戦方式により一部2005年から浦和レッズの下部組織として活動することになりチーム名も ウラワレットダイヤモンズレディースに変更。県大会などを中心に活動する、下部組織の埼玉レーニータ FC も、ウラワレットダイヤモンズレディースジュニアユースに変更となった。2006年には、山郷、安藤、柳田美幸の3名をプロ選手として契約。さらに2007年には、新入団選手の矢野隆子とプロ契約するなど強化を図り、2009年には、 レッツレディスになってから初のリーグ優勝を成し遂げた。その後優勝から遠ざかり、特に2013年は、中心選手を含む6人の対談と、それに伴う、選手平均年齢の急激な若返りが起こり、リーグ開幕から苦戦を強いられ、残留争いの末に6位という成績となった。しかし2シーズン制が採用された2014年は、剣守速攻を武器に、 前半のレギュラーシーズンで僅差の3位、そして年間1位を決めるエキサイティングシリーズで優勝し、2009年以来5年ぶりのリーグ優勝を果たした。優勝の功績から彩りの国功労賞を受賞。2021年からはこの年に発足する w ーリーグにて活動する予定。練習用獲得した全国タイトルは全日本女子ユースサッカー選手権大会の優勝1回である。 獲得した全国タイトルは、計10個で、全国女子、ジュニアユースチーム最多である。ありがとうございます。